骨ナロクさんいらっしゃい。チゲットありがとう。和骨ニコメさんいらっしゃい。そうだね、S 君に似てるね、確かにね。お子さんは千尋さんいらっしゃい。ワクリン、たすけさんいらっしゃい。ワクです、ウータンいらっしゃい。ワクです、ナインさんいらっしゃい。おなかぽんぽこ。七個目さんいらっしゃい。お子さんはフィオさんいらっしゃい。ワクさんはザッパさんいらっしゃい。ワクツじゃあムロさんいらっしゃい。ワクツプチヨクさんいらっしゃい。ワク13個目さんいらっしゃい。ワクツです、BJP さんいらっしゃい。ワクザハラ、15個目さんいらっしゃい。ノリさんいらっしゃい。ワコツ18個目さんいらっしゃい。ワコさんはサトシさんいらっしゃい。ワコツです。そうそうそう。天空のエスカフローネ。クロヨッシーさんいらっしゃい。ファナテニャンポコニャンポコさんいらっしゃい。マッドさんいらっしゃい。アポス、ワコ24個目さんいらっしゃい。ワコツ一番の見どころじゃないですか。そうなんです。これちょっとね、見届けてね。今日終わろう。25個目さんいらっしゃい。ワコサハラ26個目さんいらっしゃい。もう少しだけ下映せませんか。ヤクツバブトムさんいらっしゃい。ビンビンマルさんいらっしゃい。ワコツ30個目さんいらっしゃい。ワコサハラヒムさんいらっしゃい。ジョナさんいらっしゃい。ワコツ33個目さんいらっしゃい。あ、本を手にしてたら胸が隠せないね。ワコカカリちゃんいらっしゃい。見どころ中です。まあこのガドリンという星には旅人を助けてくれる善の側の人と、旅人を拒む悪の人がいると。その中で旅人は、その神様ガバナーと出会う資格を手に入れるのだ。そう歴史書に書いてあるみたいです。アクティンカ、38個目さんいらっしゃい。アクス43個目さんいらっしゃい。だってねえ、ここに書かれている旅人って、もしかしたらあなたのことじゃない？それだったら私、あなたについていこう。マジで。やった！だって私悪い子じゃないもの。ねえ、いいでしょ、リュウ。断る？断ることもできるんだ。断る理由ねえよな。いいでしょ、リュウ。はーい。レオさんいらっしゃい。サル岩石断る理由はないね。喜んで。はい。ね、それが怖いです。断ると？まあ嬉しい。ファナは裸のまま竜に抱きついた。こうしてファナは仲間になった。え？小橋さんいらっしゃい。薄衣を手に入れた。小刀を手に入れた。おー、なんという格好してるんだよ。MP がありますね、ファナ。アッサンいらっしゃい。かわいい妖精さんが仲間になりました。じゃあ、旅人を助ける善の人たちっていうのは仲間のことだとも思っていいのかもしれないですね。普通の洋服、友達ができたね。お、かわいい。小刀。魔法を見てみましょうか。知得すごい。202。赤サランパス、ヒロさんいらっしゃい。うん、普通の大きさでしたね。知得高いです。治癒魔法ですね。MP4。かわいい。かわいい、かわいい。これちょっと脱がしてみていいですか？まあ、イデアの日みたいにはならないと思うんだけど。てか、こう装備ってどこだろう？右か。どうぞどうぞ。薄衣もマイナスでいいのかな。ダメだった。そんないい話があれか。
くでいいのかな、ふ。これ反対側に来たんだ。反対側。はぁ、あ。あ、西部の人かな、衛生兵と。よしよし。ついに嫁ができました。あこついらっしゃい。うん、美味しいシーンがありましたよ。残念。いいね。あこつゴーストさんいらっしゃい。一人ずつでしょうね、多分ね。あ、そうだ、一人ずつだ。内容も変わらないと。攻撃。きっと3番目のセーブデータはいつでも見られるよ。本当に？そこまで進めているんだな。こっから遊撃が来てくる。わかりました。かばったりもできるってことだもんね。これは、上にも行けそうですね。上か。そう、寝返るとかね、あるの。ありだ。美味しい食べ物。涙の洗礼を浴びた。速攻でアリに浴びました。言霊ロゼさんいらっしゃい。恐怖のアリです。右にも行けるし、上にも行けたね。そういえばファナーレベルなんぼであった？あ、6だった。竜レベル上がりすぎたかな。アクリン、タナバタセブンさんいらっしゃい。意外と強い。一人ずつ。6段、レベル6。ちなみに仲間になるかと聞かれて断ると、強引に仲間になるそうです。それも可愛いでしょうね。見ればよかったな。レオさんいらっしゃい。エドウィンさんいらっしゃい。テコテコテコ。誰かいる。木こりのエラルド。オラ・カルルドの息子だよ。親父は臆病だからな。ところでお前さん、最近ババリスの兵隊が、ここら辺を荒らし回っているから気をつけていきなよ。王国ですかね、ババリスって。戦争好きって言ってましたよね。あ、本当だ。ごめんなさい。インド出てた。なんでもマイオールとの戦争が始まったんだって。あ、国の名前だ。マイオールの魔法王国みたいなところだろうか。そうだね、国ですね。マイオールとババリス。あいつら化け物より危ねえからな。でもさ、これ竜がお空にお空に描いたらっていう言い方あれだけど、ファナと別れるってことだよね。そういう展開になったとしたら、これファナ連れてくルートあるで。ないかな。好きになっちゃいましたみたいな。教えていいの？ダメ。ピスタチオさんいらっしゃい。
ね、連れて行きたいな。うん、そういうちょっとラブロマンスを期待しようか。なんか覚えた？二つ習得した？容体、解毒、怪しび、これですかね。灼熱、稲妻、夢誘い、バトル4、怪力、バトル5、防壁。結構覚えてるんですね。竜は本当に脳筋だ。うん、いろいろあった。使ってみよう。これか。灼熱からしてみよう。うん、とてもわかりやすいです。おお、にゃん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 、やばっ。あ、でも気が狂ったよ。ダメージに耐えた。あ、でも4だから、でもな、これ敵に耐性はありますか？こいつは火に強いとかあるのかな。稲妻です。49。懐かしいゲームやんけ。いらっしゃい。あるを了解です。あるだろうな。こいつは火に強いのかもしれない。怪力って何でしょうか。行ってみよう。怪力の魔法を唱えた。あ、わかりづらいですね。補充魔法ですか。そのままか。クールにかけちゃった。やだ、極めはやめてね。18。いや、わかった。基本、最初絶対敵にカーソル行くからな。押せ押せムード。竜守ってあげて。お、ついにレベルアップです。レベル13ですね。うんうん、ブレスオブファイアの主人公、出てくる。それに来た。待ちに待ったレベル13だ。右側が連打好きとしてはな、危険です。本当にこれも補助か。防壁、ここだけですね。あんたは成長したもんだ。激烈ヒットしたのに。25って。右行かない。お、特攻隊 B のハヤテの前。2のダメージ。一匹だよ。なんで急に現れた。これ全体にはかけれないんだな、多分。うん、全体はないですな。通列は連続か。45。やっと攻撃できた。ファナーレベル7です。勧誘、あ、レベル8か。勧誘、目覚めを習得した。脱力を習得した。全体は全体で。
てしまった。やばい、スタミナが竜は吹っ飛んだ吹っ飛んだ。竜って何者だったっけ。最初のエンド、プロローグ読むのに必死であんま頭に入ってこなかったんですけど、何者かって説明ありましたっけ。竜ってただの旅人でしたか。ただの旅人か。宇宙を旅してて不時着したのか。設定ではサラリーマンだったような気がする。サラリーマンの人が宇宙を旅しててここに不時着してしまったのね。戦うサラリーマンですね。事故ったって感じ。強えなリーマンかよこれ会社クビですわ。無断欠勤やね。ふぅ、こっち何もないな。ショットナイフ、あ、なんか別のが来た。ババリス兵。ババリスってなんかあれだね、人間じゃないな。こういうやつらがいっぱいいるのかも。戦う気満々ですね。こいつらのことだ。遊撃ダメか。ヒデさんいらっしゃい。レベル9です。ヒョーム足つかみ。パパさんいらっしゃい。使ってみよう。ヒョン。ヒョンの魔法を唱えた。おう。そうだね。氷の霧ですかね。うん、たくさん覚える。そこそこ世話になった。固いな、ババラス兵。ババリス兵。ふぅ。ん？あ、誰かいる。橋がある。ロックオールが現れた。ちょっと、治癒しておきましょう。竜。お、だいぶ回復しますね。80ぐらい回復します。防御させない。81のダメージ。14のダメージを受けた。そうだ、ショットナイフを見てみましょう。こっちやばい。あ、こういうさんいらっしゃい。
そこそこ食らうんだけど、体力がありますね。怪力かけようか。龍。40食らってた。よし。装備で寝ようか。ん？武器じゃないな。多分武器手に入れたらここに出ますよね。ということは道具？小道具？戦闘かな？戦闘ですね、ショットナイフ。結構極めてくるやつ、危ないんだな。一撃死しちゃうってことか。遠征兵だ。ありがたい。何もなさげ。タコ、通算いらっしゃい。じゃあ今日は戻って製棒しておこう。私ね、今日はやめとく。こんばんは、ケンさんいらっしゃい。こんばんは。そっか、遠征兵がいるからってことか。じゃあちょっとだけ見えかな、さきちゃん。ありえるな。それかもうすぐお城かもしんないな、ババリス。バナレベル10です。瞬速？フィールド上でかけられる魔法。どれどれ？ないや。違った。足速くなるんじゃなかったな。ピオリム。まあ、わかりやすいですね。ドラクエで、例えていただけると。馴染み深いからな。てぴーん。連打になっちゃう。うん、雰囲気でわかる。確かに。出た涙の一撃。勧誘っていうのは、ああ、違うな。さすがに、まだないか。ちょっと逃げれないか。ファナだけじゃ。逃げれないんだな。相談？寝返り？取引？お金払うか。いくら？30ギル、200ギル、80ギル。倒せなくもないか。まだ体力あるし。ジェニア。50。
灼熱覚えてる？全体かな？勝てるな。気が狂うからか。混乱させた方がいいってことね。じゃあ、あとマグロ。いや、殴ったら弱いな、かな。あ、正気に帰ってしまった。竜太さん、これどうなるんだろう。竜が散りましたけれども、このままでは旅を続けられない。道具や魔法を使うか、神殿に戻って竜を治療しよう。気がつきましたか？勝手に戻った。竜死んじゃダメなのか。これファナが死んだらどうだったのかな。まあちょうどいいですね。で、もしかして竜の経験値戻っちゃったかな。戻ってないね、これね。全滅しなければ大丈夫っぽいぞ。お金はもともと減らないから大丈夫ですよ。お金は絶対減らないと思います。うん、減ってないです。3800円。だから多分直前セーブに戻されるんですね。魂の保管。じゃあ寝てもらおうか。寝ます。遥か遠くの空で夢を見ますか？はい、わかりました。どうぞお休みください。目覚めたいと念じればいつでも戻ることができますから。魔導士が何かつぶやいた。竜の体からだんだんと力が抜けていく。息がスーッと止まった。お疲れ様でした。次なる旅の始まりまで時効惑星ガドリンを離れます。ガドリーン、コピーライト、地球歴1991年。なんか怖いな。バッドエンドみたい。はい、皆さんありがとうございました。お疲れ様です。面白そうですね、ガドリーン。クリアまで楽しみましょう。でね、今回から、配信中同時に録画をしてまして、結構早めに、ポスチューブの方に上げられると思いますので、一般さんもぜひ、最後まで感想していただけると嬉しいです。明日はね、多分ちょっとできないと思うので、明後日やろうかな？アドベンチャー枠、すっぽらかして。アドベンチャー枠は来週かな？来週からやろうか、新しいやつ。とりあえず、あさっての夜、予定します。では、お疲れ様でした。バイバーイ。